皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野祐二の暗号遺産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読聴規約ここに記載されている第1条から第7条をお読みください一言でもどっか1箇所でも承諾できない方はこの動画を見ることができません今回は緊急放送なので引き続き、えー、いきます ライン登録え緊急事態です。緊急事態です。皆さん、緊急事態が発令されました。皆さん、緊急事態が発令されました。中野研究会の皆さんは、ダイヤルを5542、5542、アルファ回線、アルファ回線、えー、暗号化通信、ブラボーチャーリー、人、え、人、ー、丸人にダイヤルを合わせよう。人人丸人にダイヤルを合わせよう。 えー、こちら,こちら、えー、空軍基地よりお伝えしています空軍基地、えー、よりお伝えしております、えー、中野研究会は、えー、ダイヤル通信ブラボーチャーリー1人ゼロ人にダイヤルを合わせよう、えー、こちらアルファ回線を利用しております、えー、本日のお題なんですがこの青い、えー、ところですね緊急放送です ビットコイン ETF 承認間近でビットコインが爆上げしています本日爆上げを開始しております、えー、数十分前より爆上げが開始されました、えー、ビットコイン ETF 承認が、えー、される模様ですされる模様ですこれは中野研究会のメンバーにのみ放送しております中野研究会のメンバーにのみ放送しておりますこの続きは、えー、例の、えー、空元基地のサーバーを用いたですね、えー 緊急生放送配信で、えー、本日よりやりやます200万円超えの可能性もありますので皆様、皆様、い、え、ま、ー、一度です、ねえー、仮想通貨の、えー、投資について、えー、今の、ね、財産状況をご確認ください。はい、ということで、ね、ウェブの確認するんですけれども、えー、今回は緊急放送です緊急放送です。 これはビットバンクのですね、ビットコイン JPY、ビットコインと日本円の価格です。1時間足なんですが、す、え、で、ー、に645,748円,円ですね。えー、64万5,000円、えー、超えております。15分足で爆上げ中です。えー、5分足、えー、そして1分足ですね。 えー、もうとどまることを知りません、70万円、72万円、まだか、まだかといったところですが、えー、この4日間ね、ね後ろをかいみる,ることなく、ですね、えー、上昇を続けてきたビットコインでありますが、ついに、えー、常にですね今年最高値、64万5000円をクリアしました。 えー、64万5000円をクリアしました、えー、ビットコイン、えー、財布におきましてもね64万5000円64万5000円をクリアいたしましたで <coughs> コインマーケットキャップを見てみましょうコイ,ンコインマーケットキャップですねはいコインマーケットキャップ皆さん大変なことが起こ,起ころうとしております 大変なここととが起ころうとしています皆さん、ご存知でしょうか、覚えてますでしょうか、最近ね、仮想通貨投資に参入された方は全く知らないかと思いますが、はい、コインマーケットキャップ、仮想通貨の投資を行うのであれば、コインマーケットキャップから始まり、コインキャップマーケットキャップで終わると言われております。時価総額が20兆890億円ですね。 急速にお金が流入しております。これが20兆、30兆、50兆、100兆と、200兆、500兆、1000兆と。なぜかと言いますと、中国経済が崩壊する可能性があると。また、共産圏の経済が崩壊する。まあ、ベネズエラとか崩壊していると。いうことで,で、中国の共産圏の経済活動が崩壊する可能性があると。そして、中国圏が無価値化ゼロ円になるということで、中国が 中国人が、えー、競ってですね、えー、お金をビットコインなどの仮想通貨に変えている可能性があるということでですね、まあ、メネゼ,ゼールとかですね、えー、経済、金融崩壊をした国がですね、もちろん日本も、えー、 日本もその中に入っております。えー、この24時間でビットコインが7.33%の爆上げ中です。えー、世界価格で世界価格でですね65万2360円になってますと。でサリアムも4.99%の爆上げ、えー、18万9910円ですね、爆上げ中ですで。リップル重いですね。リップル重いが2.35%上がって34。 34円つけておりますビットコインキャッシュも3万2000円、ライトコイン8890円、イオスが572円、イオスいつの間にか5 7二円になったんだ、お前と。高すぎるだろう、うこの価格はということでございます。バイ,、えー、バイナンスコインも、えー、堂々の7位に入ってきちゃってますね。あんだけ買った方がいい、買った方がいいといったコインですね。はいそしてカルダネード7円 98, 足がたいですね。トロも2円72銭ということですね。で、ダッシュなんていうのは1万3640円ということで、この価格どうなったんだと、どうなったんだということになります。それでですね、仮想通貨ニュースはですね。 ここで見たいいと思います、はい、世界のどうなってんだと仮想通貨ビットコイン、えー、9等も、えー、ビットフィネックスプレミアムに警戒を行うと、えーこれえー、それですねあの仮想通貨とか株そしてですね、えー、為替におきましてです、ね、細かく利確細かく理学を、えーはい、細かく理学をしてください細かく理学をしてください それでですねちょっとニュースを見てみたいと思いますけれども、世界初中央銀行デジタル通貨で国際決算に成功、カナダとシンガポール、中央銀行がブロックチェーンを使う,使うということで、中央銀行、ロックフェラーとロスチャールドが運営、あと JP モルガンが運営している中央銀行制度ですね、世界の。はい、これがですねもうブロックチェーンに切り替わると、それで実証実験成功したというニュースが流れました。はい、はいいでフェイスブックも仮想通貨戦略を本格始動していますということですね。 はいもう本当に大変なことが起きております。はい大変なことが起きているエストニア共和国が世界的なブロックチェーンの先進で企業誘致に成功したと。はいということで、ですねもうものすごい、えー、ことが起きております。ビットコインコアが、えー、バージョン0.180にでアップデートしたということもあって、セキュリティ面名も機能強化して、えーもう、もう漏れないよということになっておりますね。はいあとビットコインの、えー日に トランザクションが、えー、もう2017年のバブル期、応用してますと、トランザクションというのは売り買いですね、売り買いが本格的になってきてしまいまして、えー、これはもうね、えー、爆上げ寸前ということになります、それでですね皆さんあの、為替の投資を初めての人につきましては、ちょっとここでお伝えしたいんですけれども、仮想通貨というものは、ですねある日突然、爆上げするんですよ。 で、これ2017年の240万までいった、えー、これチャートなんですけどね、ある日突然ですね、えー、下がったかなと思ったら爆上げしてですね、そのままトン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 と押し目つけないでガクンって一晩で100万上がるんですよ。はい、これがですね、これ130万ですよね。一晩、えー、二晩ですね、二晩でこれ141万までいったんですね。135万の時からね。 こういう特性を持ってるんですよ。なので、これトン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 、えー、上がってる時にはですね、えー、押し目をつけないで一気に上がっていきますので、えー、もう止まらないですね。ビットコインはようやく止まらない。うわぁ、これ来ちゃったね。うわードーンって来た時に、やっぱここら辺で買い替え買い替買えい買い僕はね、えー、何日も何年もずっと言って、何日も <laughs> 言ってましたよね。仮想通貨、投資、今だよ。 今だよと、もう37万とか35万円の時に、金が欲しければ今買うべきだよって言ったはずなのに、で42万、43万の時になんで買わなかったのかと、もうここまでね、64万、65万まで上がってきて、もうねカロス・ゴーンさんが捕まる前の時まで戻っちゃったじゃないかと、もう買う、買うの手遅れだと、手遅れじゃないですよ、まだまだですよ、ここまで上がってるのに、まだここまでいますからね、まあ、確かに35万で買わなかったあなたは、 確かに、大損したのかもしれないけど、本当にお金が欲しいんだったら、もう今買うしかないでしょ。まあ、上がっちゃったらね。うん。なんでもっと安い時に買わなかったのか。はい。投資の、金融投資の素人は、下がったら売るんですよ。そうして上がったら買っちゃうんですよ。違うでしょと。下がったら買うんですよ。上がったら売るんですよ。ね。安いものを買って、高くなったら売るのが商売の基本でしょ。アキンどの基本ですよ。安いものを買って、 高くなったら買った高い時に買って安くなったら売るそれはあなたは大損してるだけですよそんな商売世の中ないですからねはいということで、えー、今回はですね、えー、仮想通貨草子院中野研究会中野研究会のメンバーだけに、えー 緊急放送をお伝えいたたししましたビットコインが上がれば、ビットコインは仮想通貨の、帰、えー、軸通貨ですので、すべてのコインが上がりますあの、草コインもどん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 上がっていって、ですねストロングハンズを始め、もうこの値段では買えないぐらいのですね価格にまで上昇するでしょう、ですからこれは、えー、ビットコイン ETF の承認がもう間近であるという情報の表れであることはもう間違いないと思っております。個人的な見解でありますがねそして えー、今回、ですねあのライト・パターソン空軍基地より情報が入りまして、えー、中野研究会だけに情報をだだかせというふうに、えー、上,上,上の方から言われました、ですので、今晩の、えー、雇用統計のですね、えー、と今晩の中野研究会の YouTube ラ,ライブからです、ねえー、一般公開ライブはもう一切やるなという情報が入りましたので、えー、今回、 今今日からですねもうあの情報を一般の人にお出しすることはできません。そしてあのラインですねライングループにつきましても一般の人の身元のわからない一般の人へのですね情報提供はやめろとですねライトパートーソン空軍基地のですね、えー、エリア51から来た人間から言われました。なので、えー 身元を明かさない、まあ、あの免許証などの、ね、写真を送ってこない人の、ねえー、LINE グループへの登録は一切行うことはできませんできなくなりましたので、それだけはご承諾ください。えー、今後です、ね、ビットコイン、えー、アメリカセックあと日本の金融庁を のですね、アメリカ、えー、ビットコイン ETF の承認に向けたです、ね、動きが活発,く活発になってくることは、えー、そういう情報がもう入っております。それに向けてです、ね、この爆上げ、この爆上げをあなたはどう取るか、あなたはどう取るのか、そしてあなたはこのビットコインの爆上げ、見てください、誰もが待ち,待ちわびたこのビットコインの爆上げ、ムーンですね、ムーン、今ちょっと押し目をつけてますが、また今、買うなら今ですよ。 押し目つけてますすからねこの瞬間ですよバッコーンって言っても誰も二度と買えないはいこのビットコインの爆上げあなたはどう見るかはい2017年年末のですね12月の再来だと思って間違いないと思いますまたあなたはですね1年間損をするんですか1年間苦しい思いをするんですか今買わなければいつ買うのと今でしょうとあなたが億万長者になるために今決断してくださいそして中野研究会で あなたをお待ちしております。